私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バリナです。今日はツインテにしてみました。そしてクマちゃんをつけてみました。かわいいということで、今日のテーマは、胸が大きい人でも太って見えないコーディネートの仕方をバリナ流で、伝授していきたいと思います。胸がね M カップあるので、太って見えやすい服はやっぱり避けるようにしてるんだけど、まあ着たい服を着るようにはしています。でもやっぱりね、大事な時とか、なんだろう、スタイルよく見えた方が、まあ、得する時、例えばデートだったりとか、その大きくあんまり見せたくないとか、そういう人のためにバリナ流のねコーディネートをお話ししていきたいと思います。私は大きく見えることをが、まあそんなに嫌じゃないけど、強調したくないなって思う時は、細かめの細いニットのやつ、細い糸のニット、伸縮性はすごいあるから体にはすごいフィットするけど分厚くならないみたいな、まあ、ワンピを着てみたりとか、このね胸のところ開きすぎない服とか、まあ今みたいにあえて上まで締めてみたりすると、あまりこうなんか胸が調教されないから、強調されないから、可愛くしたい時とかはこういう感じで着ています。まあ、一応ねなんか服とか持ってきてみたんだけど、こういうロングのワンピとかシフォンの素材だから生地が薄いんですよ。なんか隠したいって多分思っちゃうかもしれないけど、逆に隠すっていうよりかは薄くする、軽くするイメージで体の分厚さをなくすみたいなのをすると太っては見えないと思う。これ胸は別に大きくない人でも、なんか痩せて見せたいって人だったら絶対いいと思うんだけど、でこれは紐があって、ここでねウエストを縛ることができるんですよ。ウエスト部分でキュッて一旦締めることによって、女の子らしいね、女性らしいセクシーなねお姉さんになれると思います。まあ、ここがね若干空いてるのが気になるとかであれば、中に同系色のキャミを着てみたりとか、おとなしい感じにしてみたり、長いのが好きじゃない人はこういう短いやつがいいと思います。しかも足のところがねスリットみたいなのが入ってるから、余計足長効果があってめっちゃ痩せて見える。あとは別に胸を出しててもそんなに恥ずかしいとかコンプレックスではない人用ですね。若干谷間が出る形のワンピになります。でちょっとタイトめだから、まあ、ウエストとかも結構フィットしていい感じに見えます。これがねあんまり派手な色とかだとちょっとやらしい感じとかになっちゃうし、なんか夜っぽいっていうか、上品なんだけどセクシーみたいな方に持っていきたい人はこういう色とかでライダースとか羽織ってみたりとかすると割といいかも。黒のね伸縮性あるやつがやっぱいいかな。服もゆるっとしてたら、全部ゆるってしちゃうとマタニティみたいな感じになっちゃうと思うんだよね。それは良くないと思うから、私はちゃんとこうボンキュッポンってなるように、藤子ちゃんみたいな感じになるような服装がまあ細く見えると思います。あとはね、胸があると上半身太りやすかったりとか、ちょっと二の腕の方までムチムチしちゃったり、こういうデザインの時ね、あ、なんか恥ずかしいなって思うんだけど、そういうのを避けたい場合はこういう薄手の生地なんだけど伸縮性があって、そんな分厚くない感じの素材のやつで、ガサガサしてないやつで伸縮性があるからピタってね腕も細く見せてくれる、これぐらいのちょっとちっちゃめの V ラインがここにできるから、あんまり開けすぎず、ある程度伸びるやつってほんと万能だから、自分で寄せれば形を変えれたりとかするから、逆にここがお腹がちょっと出てて恥ずかしいってなっても隠してくれるから、この横の布で見えなくしてくれるっていう、服で痩せて見えるっていうのもできます。まあ、あとはこれはちょっとね谷間が出ちゃうから、谷間出したくない人はダメだけど、上着着たりするから普段は大丈夫だよとか、そういう人とかはこういうワンピでこのリボンで縛って、ここもちょっとだけね肩は出るけど、そんなにがっつり出ないから、ちょっとだけ肌見せぐらい、全体がふわってなるやつは絶対ダメ、もう A ライン系はダメだから私は、トップスとかだとこういうのもありかな。これざっくり系のニットなんだけど、これってすごいのが全部がニットじゃないところ、痩せて見せたいところがこのちょっと透けるシフォンの素材になってるから、全然このニットが着ても太く見えないの。
ちょっと長さも微妙に丈が短いからデニムとかに合わせた時にちょっとへそ出しぐらいになるから、そこがヒュッて細く見える。本当はこの人は細いんだっていうのが分かるから、うまいことできるトップスです。あとはこのニットはニットでも、こういう薄手のニット、こういうペラーンってしたニットがめっちゃいい。これもね、こう袖がこう姫袖みたいになってるから手が出ると細く見えるっていう、ね、こういうのでウエストはね締めたいから、ハイウエストの今着てるやつとかね、中にこうやって入れて細く見えるから、こうするとで、おっぱいはもう強調したくない人はちょっとふわってした方がいいかも。こうやったらあまり胸って感じしないでしょ。もうどうせ歩いてたりとかすると出ちゃうから、ハイウエストにすることによってすごい細く見えます。だからこのスカート結構万能で、中にあのスカパンになっててショートパンツがくっついてるから下着とか見える心配もないし、これもインしてきたらまた細く見えるし、でも私は大体ワンピースがやっぱ多いです。さらって着れるけどすごい綺麗に着こなせるみたいなやつが好きです。まあそんな感じで、あとまあ番外編じゃないけど、自分で勝手にブチャラティって名付けてるワンピなんだけど、これもニットなんだけど、洗濯をすると縮むからいい感じに、いらないところはキュッて絞れるから、一旦ね洗ったりとか、なんかしっかりめに見えるけどちょっと薄手ってところがポイントかなと思って、私はこれは色違いも買いました。黒とゴールドの組み合わせとか結構好きで、ゴールドってなんか合わせる色によってはなんか全体が上品に見えて、黒のねニットとかもちろん細く見えるからおすすめです。あとよく言われるのが、みんなどこで買ってますかとかすごい聞かれるから、別にお店とかで選んでるっていうよりは伸縮性があるものでちょっと薄手のものを選んだりとかしています。だいたい伸びるやつです。まあ、伸びないやつといったらこういうシャツ系のものかな。逆にこう NG なもので言うと胸元開きすぎてるやつとか、まあ、A ライン系、ウエストが締まってないやつ、この肩がめっちゃ出るやつ、この辺からも結構開いてるやつ、格闘家みたいな感じに見えちゃうから、それも絶対罰。この肌の開いてるとこは出さないとか、もうそうやって対処するしかないと思います。ということで、おっぱいの大きい人たちに、ちょっと細く見えるようなワニラ的コーデでしたということで、この動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。